こんにちは、水彩スケッチの五十嵐です。今回は京都の三年坂を坂の上からスケッチします。下り坂を描くコツを分かりやすく7分間でお見せします。どうぞ最後までご覧ください。京都の清水寺参道である三年坂は観光客でいつも混雑しています。この写真はコロナ禍で観光客が少ない時に奇跡的に撮影できました。私は坂の上から見ているので目線がここにあります。目線上のここに屋根を延長した線が集まっています。糸を使って試してみると全ての線が一点に向かっているのがわかります。紙の上でも同じように線を描いていきます。鉛筆で当たりを取った後 0.3 ミリの耐水性サインペンで下書きしていきます。このように直線を描くときも定規は使いません。フリーハンドで描いた方が多少曲がったとしても生きた線になるからです。紙はいつものように携帯に便利で額に入れても見栄えのする F4 サイズのスケッチブックを使用しています。ウォーターフォードのホワイト中目です。手前の屋根の軒下の太い線や遠くの屋根の細い線は筆圧の変化をつけて描いていきます。ペンを斜めにして描くと筆圧の変化がつけやすいです。このように屋根の線が一点に集まってます。練り消しで鉛筆のあたりをきれいに取ります。透明水彩で彩色していきます。筆はいつものようにこの熊取り筆一本で仕上げます。樹木は明るい色から筆のタッチを生かして描いていきます。右からの光に合わせて緑の影になっている部分を塗っていきます。そうすると立体感も出てきます。
ブルーと赤を混色して影色を塗っていきます。このように広い面積の影は筆にたっぷりと影色を含ませます。この熊取筆は含みが良いので一気に塗ることができます。屋根の線の延長が目線のある一点に集まるということを意識して描くと下り坂になります。屋根でなくても塀や土台など応用できます。はい、完成です。このように下り坂のスケッチが出来上がりました。これからも様々なスケッチをお見せしていきます。高評価ボタン、チャンネル登録をしていただければ励みになります。ご視聴ありがとうございました。